はい、ここんんんにちはこんばんはおははばおおようごござざいいいいままますおやすすやみなさいませソミでございます、はい、前回の消滅エンドから、えー、この画面、48時間以上を経っております。そして再開です。ね、えー、タイトルへ戻ったら、この重要な選択肢からやり直すというのはできなくなる。重要な選択肢とは一体どこなのか、それがわからない状態だったので、 どうもねこの画面からこことがでできませんでしたこの48時間何をやっていたのかというとなんとなくちょっと継続して、えー、録音録画をすることができませんで、まあ、ちょちょっとねご飯を食べてその後どうしようかなそうだな撮った動画の、えー、編集をしようかなということをねやりながらまあ いつものルーティーンを繰り返してやっていくうちに、まあ、気がついたら、で、続きが取れずに48時間もこの動画をね、あーこのゲームをね、もう、金、土、日っていう感じで、えー、それだけの長い間起動しっぱなしっていう <laughs>、そんな状態でした。ねまあ一つの動画にね、 ま、軽く34時間下手したら6時間かかったりするんでまあそんなのを繰り返してるうちにあっという間に時間は経ちましたさあということで、えー、一通り、えー、作業の方は終了しまして、えー、これの一つ前の動画まですで、えー、に完成している状態ということでねさあやりますかという感じで やっていいいきたいと思います。さあどんな物語が待ってるんでしょうか前置き長くなりましたけれどもやっていきたいと思いますはいでは重要な選択肢からやり直す今日は日中に配達物の追加があった 他のドライバーの突然の移動により、しわ寄せが来たのだ。追加された荷物は膨大で、一時指定のものを優先したがまだ残っている。どうしようか。はあ、ここが重要な選択肢だったんだ。これ序盤ですよね。うーん。いや、個人的には机の上にあや、 いろいろなものから選択するのかなと思ってたんだけれどまあ俺の悪い癖はここで勝手に物語の展開を妄想する想像する推測するっていうそういう悪い癖がありますうんなのでねここでパッと決めてパッと押して進めていけばいいのだけれどもついつい止まってしまいます はい、えー、そうですね前回は営業所に電話をかけることによって指示を仰ぎましたそれによって今日の業務はおしまいということになったんですよねうんうんここで自分で勝手に今日はおしまいだと決めてしまうことはこれはよろしくないのかなまあ あーちょっとよろしくないのかなっていう感じはしますねうん少し休んでから考えるこれは少し休むことによって時間が経過する何かが起こるということが考えられますねうん今この場所に車を停車させて夜時間が経ったら 何かが起こる。人が現れる。そうね。うん、ここでは、よし。少し休んでから考えてみよう。少し休んでから考える。お、出たぞ。ノイズが、めまいがする。少し休まなくては。 たび一瞬意識が遠のき強い感情に支配される寂しいつらい裏切りやがってこの感情は 俺の内側から発せられている。抑え込まなければ。俺は目を閉じた。少し休憩したらすぐに出発しよう。今、その裏切りに対しての感情が浮かぶということは、夜の配達員である自分ではなく、 昼間の自分の感情がこう湧き上がったっていうことだよねそのスイッチがガババ今言えてないよねスイッチがガバガバになってきてるのか緩くなってきているのかその境目があやふやになってきているのではないだろうか危険な状態だよね危険な状態と言っていいのかなうーんそうだな まあ別の側面から言えば彼はバランスを保つために二つの人格というか、まあ、人格って言わせてもらうか二つの人格をスイッチしてうまい具合にやってきたつもりでいるんだよねところがなんかやっぱりこう心の中にもう抑えきれない感情だったり そういったものが溢れ出て,てきて、制御が効かなくなってきている。そんな状態なのかもしれない。はい。ちょっと待ってね。今、くしゃみが出そう。もちろんくしゃみはカットするけど。ちょっと待って。はぁ、あ。いや、くしゃみで思い出したけど、話し続けるんかーい。<laughs> ちょっとこの完結編はあの本当にいい雰囲気の感じで進んでいるのであんまりこういうねちゃちゃというか雰囲気を壊したくないんですけどすみませんちょっとね喋らせてもらいますねあのいろんなくしゃみがあるじゃないですかもちろん鼻からこう入ってきた ものを、うん、外に出そうとする、うん、生理的な反射といいますかそういう反応とあとは、えーまあ、それに同じ原理なんだけれども花粉症であとは、えー、刺激によるくしゃみ、うん、だ基本的には異物が入ってきたことをによりそれを排出しようとする。 えー、そういうい作用だよねで謎なのは光くしゃみ反射って呼ばれている、えー、太陽とかを見ているとこうくしゃみを発してしまうっていうそういう反射があったりあと俺個人的にはまあ最近どうかな最近はそうでもないんだけどもこおでこなんだけどねおでこをねちょっと 爪,爪のね先でコリ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 カリ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 ってするちょっと時があるんだけどするとなぜかこの鼻が刺激されてくしゃみが出るっていうそういうね現象に陥る時があるんですよ。まあ、これは名前が付いてるのかはちょっと調べてないんですけれど、まあ、そういったことがあったりあとはね お風呂に入っている時にえー、っとね条件はちょっと忘れちゃったんだけど何かをしている時お湯シャワーを浴びている時にくしゃみが出るみたいなこともあったりしてまあなんか不思議な。 くしゃみの現象っていうのがいろいろあるんだなぁなんて思ったりもするんですけどリスナーの皆さんどうですかこうそういった変わった状況でいつもくしゃみが出るみたいなそういう生理現象というか症状はあったりしますかね不思議ですね、はい。ということでねやっていきましょう。 フフフまフフ <laughs> もう集中するとくしゃみが出なくなったり例えばなんかお腹が痛くなったりとかえー、ねくしゃみだったりとかなんかそういうのが起きてるんだけれどもこう交感神経なのかな緊張状態に陥るとそういった症状が一時的にスーッ ななくなるっていうねこれも面白いよね人体って不思議はいじゃあやっていきましょう少し休憩したらすぐに出発しよう配達をしている間はこの感情を忘れられるただ目的を達成するしかないのだ俺の目的目的は ふと配送車の窓がノックされたやっぱり誰か来やがった車の外に男が立っている何か用事があるらしいああの何かご用ですかお忙しいところすみません 実は荷物を待っていたんですが今日は僕の帰宅が遅かったので受け取れなかったかもしれず男は今日配達予定の荷物があるようだ帰宅途中に配送車を見つけたのでお声がけしましたはいお調べしますのでお名前よろしいですか ですアプリを操作する配達先を名前で検索すると該当する荷物があったあありました配達これからですね遅くなりすみませんあいえいえもし配達されていたら不在になっていましたから今からお運びします 大丈夫です。ここでもらっていきます。家に運ばない場合は本人確認が必要だ。免許証か保険証ありますかはい。男は、お、俺は男の免許証を確認し配達物を渡した。男の左手に指輪が光った。 免許証の住所からすると、男は付近の戸建てに住んでいるらしい。助かりました。今日どうしても必要な荷物なのに。妻は配達物が受け取れないので。男は軽く会釈すると去っていった。どういうことだ ああ、思った。今の男、見覚えがある。これ、探してるあかりの、彼しか旦那、じゃないのか。だから、うーん、いい言って。ごめんね。あかりは、かつて、ストーカー被害を受けて、まあ、 えっと障害じ障害事件まで発展したんだよね暴行も受けてるからだからそれによってその怖いんだよね宅配業者が怖いんだよ宅配業者にトラウマを持っているだから妻は宅配便を受け取ることができないんだ まあそれだけで明かりかって言われたら確かにうんまだちょっとそこまではつなげるのは強引じゃないって思うかもしれないけれど可能性の一つとして考えられるんじゃないかなって思いますはい行ってみましょう過去の配達いや、yeah. もっと頻繁に見ているはずだあれは確か今日は仕事を続けられそうにない俺は配達を切り上げた